完成。あとはペーパーだけね。欅はしっかりしてるね。木がすごい硬い。やっぱり全然違う。まあそば好きなように好きなだけやればいいとは思うけど、もうこれで完成十分。さあそしたら装飾していきたいと思います。装飾ね、Vノッチ入れてもいいねんけどな。外じゃないから家におるから。では削っていきたいと思います。ちょっと洗ってきました。木目がめっちゃ綺麗。さすが節。よかったね。頑張って節削って。素晴らしい。こんだけ綺麗に出るか、色が。楽しみやな。